こんばんは、もう夜です。営業利益1兆円達成の見込みで株価が上昇しましたね。ソフトバンクの決算解説をしたいと思います。情報修正ってことになってますけどね、本当に情報修正だったのかな、果たしてこれ実力なのかなってことについて疑問があったんだけど、市場を受け入れたね。株価上昇いい感じ。魔の3年を白氷ギリギリで乗り切ったって感じ。すごい経営力だって改めて思いましたよ。11月4日、決算発表前だよね。株価がこんな感じだったわけですよ。はい、三役逆転チックな感じだよね。調子が悪かったよね。で、暴落すんなよって思ってたのを決算発表ね、聞いて、皆さんは株価を売るかな、どうかなって思ってたんだけど、なんと本日の株価がね、いい感じで上がりました。ポンってね、好感高騰と。でね、ほら、雲を抜けちゃうと、いきなり三役好転になるかなってとこだったんだけどね。三役好転って何かというと、ほら、現在の株価を26日後ろにずらしたこの黄色いのがね、地高スパンと言いまして、これがね、ローソク足の上に出ていることが一つ。それからこの緑色、これがね、9日間の半値線なんですが、これがこの白の線の上にいることね。この白の線っていうのが過去26日間の半値線ね。そしてこの雲をね、このロウソク足がこう飛び出てくれれば三役好転って感じで強い上昇トレンドになるとこだったんだけども、あとちょっとだったなってところでね、まあいい感じだったよ。最後はもうちょっと上がれってね、私叫んでたんだけども、まあまあいい感じ。ほいで、これがね、5、20、40の移動平均線で、赤が200日の移動平均線なんですが、なんと200日の移動平均線一気抜きですよ。いい形になってきましたね。ここでシュンと行くとまたポンと上がるかな。年末に向けて期待大ですね、これ。はい。で、暴落を防いだ白氷の経営戦略が優良すぎというお題で今回お話します。まず1個目、決算発表の情報修正が怪しいよってことをね、ちょっと見ていきましょう。で、質問が出たんですよ。これ、下方修正じゃないですかってね。あとでちょっと検証してみましょうよ。質問者の意図っていうのはね、本当によくわかる。だって数字見りゃそうだもんね。さて、市況はどういうふうになるのかしらってね。下手すると、営業利益1兆円がね、達成できないぞっていうような決算発表だったりなんかすると、本日暴落してたかもしれないもんね。で、PayPay 連結でうまく乗り越えたんですけどね、これ本当に実力なんですかってね。で、こんなことして問題が残るんじゃないかなとか、そんな話もちょっとね、最後にしますね。まあ、いずれにしても本日はめでたいよね。株価がね、上がったからね。で、決算発表の情報修正がってところからちょっと入っていきますと、はい、昨日ね、サクッと解説したんですけどね、今決算、2級はね、現役だったよって。で、営業利益はね、全セグメントでね、減少だったよってね、純利益も減っちゃったぜ、営業利益はこんだけ減りゃね、しょうがないよねってね。ほいで、はい、こんな感じなんだけど、ここが大きいのよ。PayPay 連結に伴う影響額でさ、評価益が2948億円計上されて、すべてうまくいくよってことになるんだけれども、ここをちょっとしっかり見ていきましょう。2022年度の通期業績予想を情報修正しやがったの。ちょびっとよ。ちょびっと良くなったのよ。で、わざわざ情報修正するとこが憎いよね。この中身に問題があるんだよね。後でちょっとしっかり検証しますけれども、ばらかしたらこうだよってことなんですが、はい。なんか変だよって思いませんか？ね？ね？あそこは後で検証しますからね。今は流しますよ。で、いずれにしましてもですね、ほら、こんな感じで。営業利益1兆円以上いくぜと、順調に進捗してるぜって発表になったんだけど、ほら、実はやばかったよってね、通信料の値下げが実は響いてましたと。で、魔の3年間が乗り越えられそうだよっていうのはね、そういうプレゼンだったんだけども、PayPay が着実に改善してきてて、黒字化がもう目前だよってことでね、いずれも連結の準備をして株式公開しちゃおうぜっていう状況になってるぞってところが交換されたんだね。もうあとちょっとだもんねってね。ほいで、こんなような話で終えたわけですよ。営業利益が1兆と500億円の情報修正の見込みだよってね、いうことで、事なきを得たね。
で、これを受けてよく見てた方がいらっしゃってね、私も気づいたよ。一応公認会計士 2,3 兆年やってたからね、もう引退しちゃったけどね、これ下方修正じゃありませんかってね、一番最後の方の質問ね、よく言ったねこれね。私もね、おかしいなと思ってたの。下方修正ですよね。いい下方修正じゃありませんよと宮内さん焦った感じ。情報修正だってばーって上振れたよって言ってんだけど、なんか変よ。正しい質問だったと思いますよ。下方修正じゃないですか。その根拠をこれから見ていきますよ。だってこうだもん。ほら、さっき言ったらこれおかしいよねって言ったやつね。よく見て、ここに、再測定益ってあるでしょう。これが、ペイペイ連結に伴う、ね、事業の価値を、ね、織り込んで資産負債資本をもう一回見直してみたらな、益が出るよってところなんだけど、だけど見てほら、団子になってるよね。どれが出るか分からんよね。うんと思うよね。でこっち側でさ、今回予想で2948って書いてあるでしょう。なんか雑というか、何というか、わざと隠したか団子にしたかよく分かんない、うんって思ってたんだけど、で明らかにこれ見てほら、法人事業が1500億円から1410億円に減ってるよね。ねえ、これ見てほら、金融がマイナス190億円になってるよね。でその他ほら、その他見てマイナス403億円になってるよね。これ下方修正なんじゃないですか。実際のところ、そんなこの評価益なんてさ、これ人によっちゃね、金額変わるからね、資金的裏付けもないからね、これ実質下方修正だよねと私は思いました。がしかしです、もし営業利益1兆円がダメっていうのは、もうそんな話をねした日にはさ、株価暴落してたわけですよ。しっかり守ったね。しかも監査法人ねがね、正しいって言ってんだから、きっと営業利益なんでしょうよ。ほい。でこれね、ほら、第一四半期の決算説明会の時からね、遡って見てみるとよくわかるんですよ。ほら、第一四半期の時にさ、ここね 25% 進捗4分の1だから言ってるぜって言って、1兆円やるぜって言ってんだけど、ここにさ、もうしっかりペイペイ連結の影響を乗っけた形で予算組んでるわけですよね。で順調に進捗してますよって話してたんだけど、ここよね、ほら、まあまあこういうような感じでさ、もうなんかもう苦肉の策というか、なんというか、もうまあまあ頭ひねったんだろうね、この間の3年間をなんとか乗り切ろうと思ってさ、こうやって50、こっちで50持って、なんかここに会社かましてさ、でこれなんだかよくわかんないや、で 57.9 の連結にしたってんだけど、まあビジョンファンドも持ってるんだよね、もともとここだもんね。でまあまあ連結をね、会計的にこう適用して評価益を出したんだけど、はい、ほら、これ継続的に繰り返される営業活動の結果、資金の裏付けを得て計上された利益じゃありませんからね。で10月1日に連結子会社化っていうことをね、方針を発表して、でその通りうまくやりましたっていうことをね、今回報告があったわけですけれども、はい、これ再評価益ですからね、あくまでも実態は変わんないんですよ。1回だけしかね、これね、計上できませんからね。今後黒字化にね向けて、いい会社だからね、期待できるよっていうような感じの雰囲気を醸し出した状態で、それをね、金額に直したわけですよ。だから評価の仕方によっては大きくぶれます。はい。で、ほら、通期予想いけるよって言ってたんだけども、実質未達じゃないのかなってね、いうこともあったわけですよ。で、だってここにほら、連結の影響を入れたね、形でやってるからね。ね、で、ほれ、達成に向けて順調に進捗って言ってんだけど、これ再評価益2984億円がなかったらば、1兆どころじゃないわけですよ。マイナス 0.3 兆だからね。営業利益 0.7 兆円だったわけですね。これ達成できなかったらやばかったろうね。で、もともとね、このほら、この前の本決算の説明会の時からね、しっかり筋書きができていたわけですね。これがソフトバンクの実力だってことですよね。これここでさ、周到に計画してましたって。まあほら、この時点で、2020年とかそこになるから、最強回帰の隠したものをぶつけるぜってことをさ、計画してたわけですね。で、しっかりこんな形でさ、行くぜっていうことを実現したわけです。で、
営業利益ですかっていうとちょっと疑問残るんだけどね。ね、ペイペイ連結がなされて、会計書類を変えるだけですからね。持ち分法という会計書類を本連結に変えただけなんで、実態変わんないんだけども、利益が先取りできるわけですよ。そこを今回のこの底のね、辛い、まさに真っ暗のこの底のこの、なんだかうまく言えないようにぶつけてきたわけだ。営業利益が一番沈むところに、ペイペイの影響を除けば、もう7兆、0.7 兆だったわけだ。これ22年度がそこなんで、1兆円を掛けざまでね、取っといて、そこにエイとぶつけたわけだ。で、これ、ここね、ここが儲かってくるよってことでさ、将来性を見越して評価益を計上するんだけども、いつ計上するのよって、それ一番苦しい今でしょって感じだね。で、ほら、隠し玉があって、それをしっかり計画して、今期3級にね、爆益を出すぜってことを着々とやってきたわけですね。これ、隠し玉をしっかり持ってるってところはね、実力ですよ。で、営業利益一兆達成だよっていうことをね、重ねて言い、かつ、情報修正だよって形で、株価がね、上がったのかな。営業利益だとは私はちょっと思えないんだけど、まあ。で、営業利益1兆が 0.7 兆になる危機を乗り切ったわけですよ、要するにもう。で、ペンペンは現在も赤字なんですけどね、持ち分法から連結に移行するとどういうことになるのかってね、持ち分法もね、連結会計の中の一つなんですが、平たく言うとね、ペイペイの損益ってあるじゃん。で、そこに持ち分をかけて、その金額をベースにして、連結しますよっていうのが持ち分法ね。だから、資産とか負債はね、合算されないの。それに対して、本連結って言い方しますけれども、本格的な連結は、ペイペイの財務諸表をね、足し込んでいくわけです。その時に資産とか負債の評価をね、もう一回するわけですね。のれんと俗に言うんだけれども、これはね、実際に、ほら、ごまごまと石田さんが合体したところに人の能力が加われば、お金を稼ぐところがすごいもんがあるよねって、老舗だとさ、ね、評価が高いよね。ポットでの、ね、伝統とかないようなお店に比べてさ、老舗は評価が高いよね。だからね、あそこはのれんがすごいよねって言うでしょ。連結関係でもね、のれんと言うのよ。で、そのほら、営業権って言うんだけど、まあ、評価益がね、3000億ぐらいね、計上してもいいよってことにつき、監査法人もそれでいいよってね、いうことを認めたわけだ。で、評価益でなんとかね、営業利益1兆円をうまくね、達成する方向に持ってきたわけですよ。この評価益中ですれば 0.7 兆だもんね。で、ほら、宮内さんの時代からさ、言ってたわけだよ、1兆円だよってさ。で、宮川さんになってそれをさ、達成できないようになっちゃうと、もう立ち達成ないからね。なんとか乗り切ったわけですよ。まさに怪力ですよね。経営陣のこの頭の良さというか、まあ、胆力というか、もうやってのけたわけだ。営業利益かどうかは知らんけど。で、株価暴落が阻止できましたという事実もあるもんね。まあ、白票の防衛だったんじゃないかと思うけど、まあ、問題点も当然残るわけですよ。ペイペイの実態は同じ赤字のままなんです。でもね、連結の会計処理を変えただけですよ。それで評価益が1回計上できますよと。そこを今回の一番辛いところの底にぶつけてね、営業利益1兆円を達成したというようなストーリーなんだけど、資金の裏付けは全くありませんからね。未実現利益って俗に言う感じ。だから、ちっともさ、お金はないから、今回の評価益が配当できるかというとできないのよ。だってお金ないんだもん。で、営業でね、1兆円まだ稼いでるわけじゃないわけですよ。ね、繰り返す営業活動によってお客様に商品を売ってその対価を受け取るようなことをやったおかげの1兆円じゃないからね。で、営業活動による1兆円の達成は図れなかったけども、でもさ、しっかりさ、トーマスが認めた、監査法人が認めた形でね、1兆円達成だよっていうことを、ね、公表することで株価がそれをね、反映して今回上がったってことだからね、まあ結果オーライだったね。聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。